こんにちは、トリカラチャンネルです。カブトエビの餌やりシーンをお見せしておきながら、今回はカブトエビの動画ではないです。超うめえ。糸ミミズ大好物なんだよね。超うめえ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 。今回の動画はカブトエビの飼育セットつながりで、飼育セットシリーズの別のやつ、アルテミア飼育観察オールインワンセット、自由研究におすすめだとよ。この飼育セットが本当に子供たちの夏休みの自由研究に適したものなのか、カブトエビ飼育セットを攻略するために何万円も貢いできたおっさんが、中華者だな、実際に飼育して確かめてやろうじゃねえかという、また課金したんだね。カブトエビ飼育セットの廃課金者として開き直ったな。その責務を全うするでござる。よくわかんねえプライドだな。とにかくまずは開封してみましょう。おりゃー、それが水槽なんだね。案外小さいよね。あとこっちの袋は餌とか卵とかいろいろだろうね。水槽が小さいってことは飼育水が少量ってことなもんで、水質が不安定になりやしないかと不安になりますね。でも今回はまずデフォルト装備でトライしてみます。これが餌、スピルリナ粉末が入っている模様、海水の素、人工海水の塩でしょうね。淡水じゃなくて海水で育てるんだね今回は。これがアルテミアの卵だそうです。開封は後ほどですね。こんなのも入ってました。アルテミア飼育では餌やりの時に使うみたいです。あとは説明書が入ってましたね。説明書を読みながらぼちぼち準備していきましょうか。準備しちゃいましょう。説明書に忠実に準備していきますよ。説明書読みながらやっていきましょう。海水の素を水槽の中に全部入れます。ハサミでチョキチョキ。うわっ、どうした、これはちょっとひどいな。湿った塩が袋にまだらに張り付いてやがる。まさかのウェットタイプかよ。超めんどくせえよこれ。スプーンじゃ集めきれなさそうだね。この袋の中に水を入れてしまおう。これ子供向けの飼育教材だよね。人工海水のパッケージもうちょっと考えて作った方がいいよね。なんとか入れることができましたね。あとは水道水を追加して。説明書に書いてある通り、今回は水道水を使います。浄水器も通してない水道水です。このまま24時間放置してカルキを抜きます。アルテミアの卵を入れるのは明日だね。さあ、とうとう卵の投入でございます。卵の袋、開封ですな。まずは袋の下面に卵を落としまして、デコピン攻撃ですな。ハサミで開封しやした。袋の中身早く見せておくれやす。どうぞ見ておくれやす。うおお、これはいい、かなりの量の卵でやんす。これは二重丸ですな。10回以上チャレンジできるよ。この特製シャークバンブースティックだけるしだろ。ほんのちょっと卵を投入いたしやす。いたしやした。卵
卵入れすぎたかもしれん。この半分以下でよかったかもね。まあでもこれで孵化を待ちましょう。